はい、はい、どうもチョブリです。ということで今日はですね、明日削除される超優秀選手徹底解説やっていきたいと思います。てなわけでもこれも恒例企画なわけなんですけど、僕の動画いつも見てくださってる方はね、サムネタイトル見てもらったらわかると思います。あの超優秀選手たちが明日のね午前11時までに獲得しないと二度と獲得できなくなってしまうということで、まあちょっと今日はねそのアナウンスも含めまして徹底解説していきたいと思います。てことでその選手が、はい、こちら指名契約の選手たちですね、ご紹介していきたいと思います。てなわけで明日ですね、6月13日木曜日から新シーズンが始まるわけなんですけれども、それに伴って、まあ、指名契約権やマッチパスもね、もちろん終了するといった感じで、今回の指名契約権とマッチパスはマジで優秀なんで、これに関してはね、獲得してない方はね、マジで獲得しておいた方がいいと思います。てなわけで、今回今このスタメンに入ってる5名ですね、サリバとリュディガー、そしてアダマ・トラオレとオカホーとアディングラー、この5名個人的にかなり優秀だと思っているんで、まあ今回はね、この5名の強い育成とかね、能力値を解説していきながら、最後にはこの選手を使って試合までやっていきたいと思います。でまあ確認になるんですけれども、この画面から一番右ガーって言っていただくと、こちらですね、このスピードスターズと J リーグとこのトルコリーグ、この3つの指名契約権がもう明日の午前10時59分までしかね獲得できませんということで、次に切り替わってしまいます。まあそんな中で今回ね、このスピードスターズの指名契約権がまあ結構優秀ということで、僕は今回ね、この3名を獲得、4名か、この4名を獲得してきました。リュディガー、オカホー、アディングラ、トラオレというわけで、まあ、結構使ったのは、リュディガー、アディングラとアダマ・トラオレかな。この3名に関しては結構使いました。オカホーに関してはね、指名契約の星5のね、期限がもう切れてしまいそうだったんで、獲得して数試合使ったんですけど、まあ正直ね、この4名ともかなり優秀かなと思いますし、このイナキ・ウィリアムスとかもね、かなり優秀なんで、今回の指名契約権ね、個人的に、まあ結構いいというか、まあここ最近の中では一番いいんじゃないかなと思います。特に無課金とかね、無課金の方はめっちゃいいと思いますね。そして、プラスこのマッチパスですね。これもね、明日終了してしまいますということで、まだもしかしたらね、開けていない方もいるんじゃないかなと思いますけれども、こちらのマッチパスね、このバリューで獲得できるこのサリバ、この選手マジでめちゃめちゃ強いんで、これ無課金、美課金の方もね、まだ獲得してない方は、バリューは今回ね、まあ、セール中でもありますし、購入していいんじゃないかなと思います。まあ、これだけではなくて、指名契約権とかね、トレーニングプログラムを獲得できるんで、まあ個人的にはコスパいいんじゃないかなと思ってます。まあプレミアムのムサディアビはね、まあ、弱くはないんですけど、まあ結構ねプレミアム高いんで無理して獲得しなくてもいいんじゃないかなと思ってます。てなわけで今回ね、僕は実際に獲得したこの5名解説していこうと思うんですけど、まあ実際にね全員テンポよく育成とね軽く能力値も見ていきます。はい、まずサリバですね。この選手はね、まあ今回のマッチパスの目玉と言ってもいいんじゃないかなと思いますけれども、脚力4、エアバトル7、ディフェンス12の育成です。まあこれお任せ育成なんで簡単にねできるかなと思いますけれども、個人的に今回のこのサリバはお任せ育成でいいんじゃないかなと思ってます。でセンターバック、プレイスタイル、ビルドアップで能力値見ていくと、まあこんな感じのディフェンス値、これめっちゃ強いですよね。全部92以上までいって、しかもねスピードも90乗っかってくるんですよ。まあ瞬発若干低いんですけど、フィジカルコンタクトも90乗っかってくるということで、まあこの育成個人的にめっちゃいいんじゃないかなと思いますね。しかもかなり強いと思います。そしてスキルもねこんな感じでかなり優秀なんで、このサリバはマジで強いと思いますね。はい、続いて同じセンターバックのルディガーなんですけれども、この選手はまあどっちかって言ったらね、サリバの方が優秀だと思いますけれども、まあ、無課金、美課金の方はね、このルディガーでも十分強いと思います。クイックネス4、脚力5、エアバトル5、ディフェンス12の育成です。プレイスタイルがハードプレス、センターバックのみなんですけれども、能力値見ていくと、まあこんな感じと、全部90は乗っかってこないんですけど、特にこのアグレッシブネスですね、これは99までいきますということで、これ半端ないですね。ボール出しても95までいって、まあスピード瞬発はこんな感じと、まあサリバも速くはないですけれども、スピードも84で、フィジカルコンタクトも90乗っかってくるというわけで、まあスタミナ若干低いんですけど、まあそれでもこれかなり強いと思いますね。スキルもこんな感じで、この選手も優秀なんで、このユリガーもね獲得する価値あると思います。続いてノア・オカフォーですね。この選手は僕正直ねめちゃくちゃ使ったわけではないです。数試合だけ使ったんですけれども、まあ今回獲得する価値があるぐらい普通に優秀な選手かなと思います。シュート7、パス3、ドリブル11、クイックネス11、脚力7、エアバトル1ということで、割とまあバランスよく育成しましたね。でプレイスタイルがラインブレイ
レーガーということで両ウィング両ハーフができるんですけれども、まあ個人的にはまあやっぱりセンターフォワード起用が強いかな。ウィングとかでもいいと思いますけれども、 CF 起用がおすすめです。で能力値見ていくとこんな感じ。ドリブル数値は、ね、正直若干低いです。この育成でグランダーバサー7乗っかってきて、決定力も8乗っかってきて、このスピード瞬発ですね。まあこれがやっぱりね、まあ、今回の指名契約権魅力的ですと。まあ瞬発もね、シャビアランソ使えばこの育成で100乗っかってきますからね。スピード99までいって、フィジカルコンタクトも80乗っかってきて、ボディコンも90ということで、個人的にはね、この地味にフィジカルコンタクト80乗り、まあこれ結構嬉しいなと思います。でスキル見ていくとこちら、エラシコアシラ持ってて、コンカコントゥループドロップシュート、アクロバティックシュート、ヒルトリック、スーパーサブということで、この選手ね、この能力値でスーパーサブ持ってるんですよね。これ半端ないよね。まあシュート機能スキルも持ってますし、まあダブルタッチとかね、ワンシューワンパ欲しいなって感じがあるんですけれども、まあこのまま使ってあげてもね、一応強いのかなと思います。はい、続いてアダマトラオレですね。この選手もね、かなり能力尖っていて個人的に強いと思ってます。シュート6、ドリブル12、クイックネス8、脚力6というわけで、ドリブル数値があんまり高くないんで、まあドリブル中心に育成しましたね。プレイしたらウイングストライカーで、右サイドハーフと右ウイングに適性があるんですけれども、能力値見ていきましょう。ボールキープがね、結構低くて76までしか上がんないです。ただドリブル数値に関してはね、この育成で94までいって、パスに関しては今回振ってないんですけれども、決定力はこの育成でギリ70乗っかってきて、やっぱりこのスピード瞬発だよね。この選手もスピード99、瞬発100で、フィジカルコンタクトもなんと90いくんですよ。やばくないですか、この育成でスピシュンとこのフィジカルで、ボディコンも90乗っかってくるっていうね、割とこれバケモン育成なんじゃないかなと思いますけれども、まあ個人的にはね、尖ってて結構強いんじゃないかなと思ってます。好きで見ていくと、ダブったエラシコアシラ持ってるんで、特殊ダブルタッチ持ちです。あとはエッジダウン持っていて、ヒルトリック、アートスピンキック、エアバットルというわけで、まあ正直スキルはそこまで優秀じゃないかな。中毒系のスキルとかね、パス系のスキル、まあ、欲しいかなって感じがあるんですけれども、まあ普通にスーパーサブ要員で使っても強そうですね。で、最後、アディングラ。この選手ね、個人的に今回の指名契約権で結構おすすめです。僕、使用感も良くてかなり好きなんですけど、シュート4、ドリブル11、クイックネス9、脚力10の育成にしました。で、プレイスタイルがインサイドレシーバーということで、まあこれが若干ね、気になる方は中央で使ってあげるといいんじゃないかなと思います。僕はね、CF とかね、セカンドトップで使っても普通に強かったですね。能力値見ていくと、この育成でドリブル数値が全部9乗っかってくるんですよね。これいいよね。ただ決定力はね、76ということ若干低いんですけれども、まあスピード瞬発ですね。この選手もこんだけ上がります。スピード99、瞬発98と、フィジカルコンタクト低いんですけど、ボディコンは92までいきますということで、まあこの選手はやっぱりこのスピシュンとボディコンとこのドリブル数値、まあ使用感はめっちゃ軽いですね。スキル見ていくと、ダブって足で持ってて、根幹ミドルアクロバティックシュート、スルーパス、スーパーサブと、なんとこの選手もスーパーサブなんですよ。普通にこの能力値で後半から出てきたら、これめっちゃ怖いっていうか絶対強いですよね。まあ個人的にはスーパーサブでこのアディングラとオカホーとか2枚とか入れたらめっちゃ強いんじゃないかなと思ってますね。はい、今回はこの5名もですね、紹介していったわけなんですけれども、まあ実際に本当に強いのかということで、今回この5名使って試合の方やっていきたいと思います。はい、マッチングしたのでやっていきましょう。調子ドンということで、お、いいですね。みんな普通か好調ということで、アダマトラだけ好調かな。ベンチメンバーはこんな感じ。まあ使わないんですけどね、これで今回やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。個人的にね、今回推したいのはサリバとアディングラ、この2人はね、結構マジで強いと思って、危な思ってるんで、ちょっと進めていきたい。来た、アダマトラオレ、スピードでぶち抜けビエロ、えぐい、アダマトラオレ早すぎる誰もついていない、中に、いや無理だいや、アダマトラオレスピードえぐいだろう。やっぱあれですよね、ビエラも追いつけませんよ、もちろん。ここマッチアップ、頑張る、冨安、カンセルは強い、怖い、おお、ナイスキーすぎる。ちょっとこの試合やばいな、めっちゃ攻められてる。また行け、アダマトラオレ、さすがにデイビスには無理あるぞ。アディングラ落として、ちゃんと崩していこう。ネイマール中央、ここ、あ、オフだ。真ん中切って、もうちょっとね、この戦車使うとね、このスピード頼りになっちゃうんで、スピードに頼らずね、崩していきたい。来た、あ、頭取れ、いやー、無理か。ナイス、負け入れからオカホを落として、もう一回中、あ、ディングラ、めっちゃいい崩し。キープして、ここ、あ、ディングラ、シューキャン。からのインパクト無理か、惜しい。軽く守っていきたい。ネイマール、ネイマール、ナイス。裏、あ、めっちゃいい抜け出してる、これある、え、パス下手何やっとんねん。パスがさすがにあれ無理だったか、体勢が悪かったかな。うん、ザカリアマッチアップして、やばい、リュウリが、ここ、トミ、サリバ、いや、サリバマジで強い。
マジでこのサリバね、まあ、話題になりましたけどかなりマジ強いよ。ナイストラム、ここを使って、あ、でもタオル体力がもうなくなってて、草なくなってる。当てる、あると簡単。うわー、はい、後半やっていきましょう。ちょっと前半ね、チャンスは作れたんですけど点取れてないんで、後半取ってしっかりいきましょう。ここ早速ミスっていく、ここ頑張れ富安で、中預けてもう一回返して、でここ使って、ここで当てると、でここいいよ、でアディングラいい抜け出し。ちょっと、いやー、オカホのパスがな気になり始めてきた。うーん、ここ富安やばい、サリバ、なんか、リュディガー、頑張れ、テラム、裏やばい、リュディガー、あ、事故ってる、事故ってると言っても、今のは僕のミスと言っても過言ではないでしょう。ちょっとあそこ良くなかったっすね。これ、まずいよ、先制点は。オカホ、このサルバスーパーサルだからね。あ、入力入っちゃってる。いけー、無理だ。いやー、ちょっと1点取りたい。これ、こうすれば1個上げてもいいな、ワンチャン。もう、アダマトラオレをほぼウイングとして活用していくのもあり。ナイス、テラム。テラムからリュディガーで、ターンして縦で裏、オカホに触るのボール、それマジかよ。ちょっとこれまずいな、高視レベル上げるか、これ次出たら頑張れ。いや、サリバはマジでいい、サリバはマジずっと、あ、ミスてる。いや、そうだよね、これ高視レベル上げよう。これも攻撃的に点取りいきます。まずいぞこれ、当てる、逆時、こっち裏、あ、頭取られ、ゴー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 、スピード生かせ、中ちょん、いっ、いや無理だ、嘘だろ、あるぞ、オカホシューキャン、ニアにズドン、え、おい、どうなってんだオカホ、今の左足はな、体勢が悪いのか俺の。トメス、うわ、また抜き、まずい、やばい、これリュディガー、リュディガー、あー、もうディフェンスラインのこの2人マジでいいぞ。当てる、いいよ、ターン、体力がないんだよね。アダマトラオレもね、前後半ずっと使うのね、若干厳しそうな予感。サリバ、リュディガ、ナイス、ナイス、スルパス、まだあるぞこれ、せめて同点あるよこれ、いいよ、当てる、出してくれよ、ある、ある、ある、いけ、ネイマール、ある、無理だ、センスな、それは俺のセンスないわ、ある、オカホ、いや、なんでやねん、終わったー。はい、皆さん、まさかの負けということで、いかがだったでしょうか。いや、負けてしまったんですがね、まあ、しっかり動画にしていきますが、実際ね、マジ強いと思います。まあ、若干オカホはね、足元数値低いかなって感じしますけれども、まあ、個人的には最初にも言ったサリバとアディングラはかなりおすすめかな。まあ、トラオルに関してもね、後半とか前半とかだけでも十分強いと思いますし、まあ、ルリガーもね、普通に強かったですからね、ぜひよかったらこの5名ですね、まあ、全員とは言わずとも格闘検討してもらえたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じで YouTube 動画毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃねー。